ホッターツ氏は関西テレビ放送のアナウンサー。2021年4月1日の時点で編成局アナウンス部の主任を務めている。大阪二括市の出身で大阪府立春日急高等学校から早稲田大学へ進学。大学卒業後の2006年にアナウンサーとして関西テレビへ入社した。同期入社のアナウンサーに山本由美子がいる。 関西テレビへの入社後は平日夕方の報道、情報番組でスポーツキャスターや中継リポーターを長らく担当。アンカー時代に担当していたスポラバでは、ほっちゃれというコーナーで様々なスポーツへの体当たり取材を経験した。また、2008年北京オリンピック2012年ロンドンオリンピックの開催期間中には関西テレビの取材リポーターとして 開催地に派遣された。その一方で、関西テレビが随時開催するアナウンサー朗読会にも随時出演。2009年9月6日開催のアナウンサー朗読会2009恋する時間の演出を手掛けた若木 F から劇団赤テレを支える看板スターが必要と提案されたことを受けて、同年7月には同僚アナウンサーの吉原貢献川島総優。 坂本達人と,と共にイケメンアナウンサーユニット KT ボーイズを結成した。なお、勤務する関西テレビはテレビ単営局だが2021年3月30日の未明からラジオ大阪で毎週か水曜日の未明に放送中のカンテラのパーソナリティ人にも名を連ねている。少年時代に実家で朝日放送のラジオ番組をよく聞いていた影響で ラジオパーソナリティを志望。日本語アナウンスの基本である共通語が身につきやすい環境を求めて大阪府内から早稲田大学に進学した。早稲田大学への愛好心は強く、入学するまでに1年間の浪人生活を余儀なくされながらも、その間に効果を一通り覚えたことが受験への励みになったという。入学後の就職活動では朝日放送、毎日放送、 TBS のアナウンサー試験にも挑戦。結局は、テレビ単営局の関西テレビへ採用されたが、入社16年目の2021年に、アナウンサー室の企画番組でもある、カンテラ、で、ラジオパーソナリティへのデビューを果たした。身長178センチメートル。血液型は A 型。ニックネームは、ホッチャン、ホッティ、ホッツ、タロウ。 外骨で2013年10月31日に一般人の女性と結婚した。好きなテレビ番組はサスペンスドラマ。スーパー銭湯好き。駅の発車メロディも好きで大阪環状線や東京の山手線には発車メロディに耳を傾けながら乗るという。関西テレビアナウンサー室での勤務中に同室へかかってきた電話を後輩のアナウンサーよりも早く受けることが習いせいに。 なっている。ありがとうございます。